こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトのキャラクター作成のアイテムでスターウォーズのアイテムが登場したので紹介いたします。みんなも大好きなスターウォーズのキャラクターになりきることができます。こちらをご覧ください。新たなアイテムとして帽子が R2D2 の帽子、レイヤ姫のお団子ヘア、ヨーダの耳、重ね着にチューバッカの団体、ハンソロのジャケット、ジェダイのローブ、こちらの6種類のアイテムが登場しました。さらに R2D2 の帽子は無料で手に入ります。これは手に入れておきましょう。気になる方は上の方に出ているので、スターウォーズが好きな方は購入してみてはいかがでしょうか。以上、統合版マインクラフトのキャラクター作成でスターウォーズのアイテムが登場しました。無料のアイテムもありますのでダウンロードしておきましょう。さらにマーケットプレイスのスターウォーズ商品も 33% オフとお安くなっております。こちらは5月5日までなので早めにダウンロードしておきましょう。それでは良い一日を。